宇宙語チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、ヤンガスです。今日は仏教のね、お話をちょっとしますけれども、ボンが一如ボンっていうのはボン天といって宇宙全体をね、うん、作ったと言われている神様。宇宙神みたいな感じですよね。ガっていうのは自我。それをまあボンが一如と言います。で、ボン天のことをね、まあ ブラフマンと言ったりします。で、自我のことをアートマン。アートマンとブラフマンの関係。要は、宇宙全体の宇宙意識と個々の人間の関係。これがね、ボンガ一如ということで、それが一つだよって言ってるのね。これは本当にそうで、で、まあ私が、の前の動画でも言ってますが、もともと宇宙意識、宇宙と言っても、 一つの宇宙ではなくて、マルチバースといって、無限に宇宙があります。その、元々の無限の宇宙の宇宙意識。こちらが目に見えない方の世界からね、来ているんですが、それを作ったブラフマンという、まあ、要は宇宙意識といっていい。それを細かく分けて人間のね、消化体に魂として入っています。それが一つだよっていうことで、ボンガ一に で、それをね、どういうふうにね、仏教では体験をしていくかというと、すごいね、もう、お釈迦様の時代からある古典的な瞑想方法の、ビッパサナー瞑想というんだけどね。要は、瞑想をしながら、いろんな考えがね、浮かんできます。それに、いちいち意識を向けないで、ただ、私は今こういう映像を見ているとか、音が聞こえたら、 今こういうね、風の音が聞こえたとか、鳥の鳴く音が聞こえたとか、そんな感じで、そこに意味付けをしないで、ただただ聞いている、ただただ見ている、ただただ感じている、っていうふうにしていくとね、まあ人間それぞれ生まれてからね、あの、このずっとね、だいたい3歳ぐらいで自我が芽生えて、それぞれあとは、まあ小学校に行ったりね、大人からいろんな知識を得たり、 テレビ新聞、インターネットから知識を得てそれぞれの何が正しい何が間違ってるといったそういうあの自我ができ芽生えますそういった自我のね何にもないもともとのそういう肉体の方の5つの感覚器官である五感それを純粋に感じているとそういう自我のそういういろんな例えば好き嫌いありますよねあるいは 人間の特徴で言うと、例えば、なんか背が高い人はすごい見晴らしがいいとか、背がちっちゃい人は下から見て、なんか、ね、見てるとか、そういった人それぞれの個性とか、そういったものがだんだんなくなっていって、もともと純粋な肉体の互換というのは、こういうために作った、こういう機能であるっていうところに行って、だんだんとその、 自我の一人一人それぞれ特別な意識から外れていくのね。で、元々の宇宙意識であるブラフマンに近づいていくっていうね。で、結局は、まあ、そうやっていくと、最終的にはやっぱり自我が消滅して、ね、ブラフマンの意識と一つになるっていう、まあ、私がいつも言っているところの覚醒体験をするっていうことなのね。 だから、大昔からあるそういうね、立派さな瞑想。あるいは、まあ、それと同じような感じで昔からある何か一つの単純作業に集中して、それによって覚醒体験をするという、ね、瞑想。あるいは、私や私のお弟子さんたちに教えている、統合という、ね、手法。結局、やっていることは同じで、自我のそれぞれの ね、特別なそれぞれのものの見方とか考え方を外していって、最終的には宇宙意識につながるというやり方です。はい。それを仏教では、大昔からボンガのと言っています。はい。今日はボンガの仏教のお話でした。ありがとうございました。